先生は山と水のあるところどっちがお好きですか？私は水の方が好きですね。やっぱり海が好きですね。どうして海が好きですか？こうな動いてるのが好きなんです私ね。生きてるいうことですね。ですからあの水がね止まってたらあれ死にますよ本当に。自然界でもこれ水が循環こうしてますからね、そこで生きてられるんで。野沢茂雄さんはたった一粒のごく普通のトマトの種から遺伝子操作も特殊な肥料も農薬も一切使わず1万3000個も実のなるトマトの巨木を作ってしまった人です。普通のトマトの場合は1本の茎からせいぜい60個の実がなれば良い方です。それが1万3000個ですから、この違いは桁違いです。こんな奇跡のようなことが本当にあり得るのでしょうか？私たちはこの映画の撮影を開始するにあたって野沢さんにお願いして種植えを行い、撮影の経過とともにこのトマトの成長を見守っていくことにしました。野沢さんは現在78歳。1982年にはこの業績によって科学技術長官賞を受賞しています。先生はあれですかね、植物にも心があるというふうに今は思いになりますか？思いますね。心っていう表現が ある特定の人間的なあれを感じ起こさせるだけで、本当はもう全部は持ってるものと思いますね。植物が生きてるっていう場合にはやっぱり自然の環境を明確にキャッチして、その中でそれに適応して生きるっていうのが機能の一番基本ですからね。そうするともう非常に高度な感受性って言いますか、感応器官を持ってないとそれ対応できないわけですからね。自然の変化をもう事前に予知したり、そういう我々で想像できないようなそういう状態を反応する器官っていうのは全部備えてんでしょうね。8月16日、トマトの種植えから1ヶ月が経ちました。茎の高さはすでに60センチ。普通のトマトならこの時期茎の高さはせいぜい20センチぐらいですから、すでに3倍の成長速度です。そうですね、私ので意図的にしてますのは、小さい時に今度大きくなるのにより多くのエネルギー栄養分いりますね。それを不足させないように十分与えてあります。そうすると安心して成長していく方向をどんどん伸ばしていく、どんどん伸びていっていいよっていう情報を与えているのと同じ意味を持つように思うんです。水槽の中では新鮮な水と養分が絶え間なく流れ、根が1日10センチという驚異的なスピードで伸びています。で、一番大事なのは当初にまだ小さい苗の時にですね、物心もないような時に成長をどんどんしていっても十分必要なものは入ってくるんだという安心感があるわけですね。そうするとそれを急速に上へ上がる力を持ったと。そうすると持ってるいろいろな、そう生きていくいろんなシステムが
すべて機能的に完備されて成長していく。病気に対しても抵抗性を持つとか、光合成の効率がいいとか。それで今度はそれを母親の立場、それを与える立場になりますと、そういう素晴らしい高度な機能を持っていると、我々の知識をはるかに超えた高いレベルの機能だということについての信頼感がありますね。そうすると疑わないっていうことです。生態が自身がの選択に任せていくと。ですから信ずるっていうことがどんなに私大切なことかっていうのをつくづく感じますね。これは神に対する疑いを持たないって言い換えたらそういうことですからね。私が神っていうのは、まあこの自然のこの高度なメカニズムの実態のことですから、っていうよりもこれは私言うのは自然の性質なんです。1月16日、種植えから121日目、久しぶりに会ってみるとトマトの成長ぶりには改めて強い衝撃を受けました。茎や葉は水槽の幅をはるかに超え、直径6メートルの円形に広がっています。まるで熱帯のジャングルのように葉や枝が生い茂り、その下ではすでに150個の実がなっていました。今ある生命の姿っていうのは、今ある条件の中でそれを感知した上でできてやってる姿であって、もともとの生命力には無限であるという考え方が終わりになったと思うんです、はい、それは例えばよく科学的にも分かってることですけど、バクテリアはどんどん増殖していくと、もう倍々で増殖してきますね。そうするともう分裂速度の速いのはもう2日か3日で全地球を覆うぐらいのところまで増殖します。だけど現実にそういうことはない。ということは増えていけば増えていくほどそれを止めていく力が自然に働く。だけど大きくなる力は本質的に持ってるっていうことは明らかに表されている。ただ自然自体の中でそれが抑えられるということですね。だからその自然自体が抑える力を人工的に抜けたら非常に大きくなるという可能性はあると。野澤さんの植物に関する研究は昭和37年から始まりました。命を生産する農業が従来の科学の固定観念にとらわれている限り生産性が伸びず、さらに農薬による汚染で人間はもちろんのこと、地球全体の命が危なくなるという危機感からでした。よく従来のあれでは種の良し悪しっていうのを非常に問題にするんです。それは種の良し悪しでなくって、土へ植えた時のやり方やら状態の違いでいろいろなあれが出てくるんであって、ですから私実験の当初なんか最初に一番実験したのはそれなんです。植物はもうすでに親から種として離れてそこで独立していきますから、生きるための全ての要素は全部持ってるはずだと。そこに不備なものは絶対ないはずなんですよね。それは種の大きい小さい出ますよ、ある程度栄養状態のあれによって。だけどもそれによって機能的な差があるかどうかは別です。で小さくてもですね、今度はそれに対してそれを成長していく状態が良ければ結構ちゃんと育ちます。それはだからもう遺伝子が遺伝的にいいのと悪いのとあるような風に解釈されてしまう。だからそういう一つの思想で確かかどうかっていうのを調べて、で非常にいい共通のいい状態を与えて発芽させている。でそれの状態を調べていると見事に揃うんです。ピシャーッと。それから揃ってるのと速度が非常に速くなっています。
人間が植物をコントロールするのではなく、植物が自分で自分の能力を存分に発揮できるよう手助けするというのが野澤さんの基本姿勢でした。私の方が最初からもう肥料をやってますがね、根が出ればすぐに吸収する機能を持ってるはずだ。初期、一番初期は植物自体の種の中持ってますからね。それである程度根を作ったり、枝を伸ばしていく原子はそこにあるわけです。まあ、それを全部見越してそういうものを生きていけるだけの完璧な機能を自然は与えてくれてるはずだと。こうなんか考え方としたら非常にシンプル。そういう一つのものを神なら神っていう形でもいいと思います。神と全知全能のメカニズムを持ってるので、その中から学び取ろうっていう気持ちであればですね、はるかにしやすいはずなんです。植物のその育つ姿からですね。野澤さんの考案した水気耕栽培による野菜の生産はすでにいくつかの農家で実施に移され、着実に成果を上げています。今の私のトマトの巨木ができた理由ってね、今の科学では説明つかないんですから。科学が自然がそういう大きな力を持ってるってことを認めてないわけです。今ではそれがもう超能力とかそういう形で片付けられて排除されてますからね。それを今私は科学の中にそういうものの持つ能力っていうものをないとしてるのは誤りだということをここで言おうとしてるわけです。でそうするとそういう今まである特殊なそういう考え方の人で初めてできるような事柄もできると考えてるから、これできてつながってきて、でそのため の, このトマトの巨木っていうのはその橋渡しになる材料として私考えてるわけです。心でどう受け止めるかいう問題ですね。一番心というのは曖昧なように人間は思ってるけども、先生としては要するに心で思えばなと、ね、そういうことです。1990年4月6日、野澤さんのトマトの数はついに1万3000個を超えました。私はこの生物をよく知るっていうことがこの自然とか生命というもののこのお互いの連帯感とかその素晴らしさっていうのをこう気がつく非常に一番いい手段のような気しますね。そうですね、その科学の固定観念っていうのはものすごく強いんですよね。それが今こう世の中をこういう物質的な文明をリードしている立場にありますから、それには無条件で従おうとする気持ちがあるでしょう。あります。でそこにこの地球が破壊されていく一つの方向がありますんでね、今までの科学が絶対と思っていることは絶対じゃなくって、大きな転換期で修正なり、あるいはそこへ付け加えていかなきゃならん時期にあるんだと、その先頭に立つのは今度は一般の人なんですよということを言いたいんですよ。科学者とみんなが一緒になっていかなきゃならん時代なんだということだけは、私これは自分のやった仕事の中からですね、考えたらそれだけなんです。それが自分でようやく分かったということですから。